もうぼちぼちでいいんじゃん。ぼちぼちいこうか。3、2、1、パカッと開けて、ほら見て、かき鍋の出来上がりやいうことで、真ん中にあるかきうまそう。はい、マイラキボーでございます。いうこと、本日も楽しく晩酌していきましょう。ということでね、今日も冷え冷え、もうほんまキンキンに凍った、凍ってない氷かけのビールでございます。ということで、まずはこの寒い冬にもビールで乾杯でいってみましょうか。じゃらっと入れて、ではでは本日皆さんお疲れ様でございました。ではでは乾杯でございますね。あー、うめえ。久しぶりの登場のこのあの小柄なコップ。ということでね、今日はね、何やねん言うたら、まあ、お鍋やねんけれども、今日はね、何しようかなと思ってけど、またお肉とかやったら、お前まだ肉も買えないから、そんな格好になるからね。今日は、パッとその、ま、あ、今日万代さん行ってきて、万代さん行って見つけたのが、柿。これこれ、柿でございますわ、これ。ということでね、今日は何しようかなと思ったら、前にはさ、って前にちょっと柿フライ食べたことあったやんか。だから今日、柿鍋。ということで、野菜こんな感じね。大量野菜でございますということで、で、もうスープ煮込んでんで、今日のねスープにはまあそんなにこだわりないけども、一応前にも一回作ったと思う。これプチッと鍋の寄せ鍋バージョンね。プチッと鍋の寄せ鍋バージョン、これここに入っておりますんで、やっていきましょうか。ということで今ね沸騰させてんねんけれども、もう早速、まずはこの柿なんか、前にも一回やって、茹ですぎたらちっちゃなるから、これだから最後というか仕上げにな。ようで、まず前菜行く前にちょっと待って、さっき野菜入れるわ。パカッと開けるやろ。パカッと開けた、感じであったね。こんな感じでな。どんな感じやねんみたいな。よっしゃ、ここにもうね白菜の硬いところとか入れていく。もうほんま最近はね、何ていうの、野菜のパックなってるやんか、あれよくこうでくるんだわ。うん、あれ便利やからね。でこういうふうな格好で入れて、もう柔らかいところに入れとくか。よっしゃー、こんな格好で入れよ。人参とかもあるしね。ちょっとこういう青いところも、うわ、入れすぎちゃうかこれ。大丈夫か、まあいいか。よし、ついつい調子乗って入れすぎてもた。こんなもんでいいか。よしよしよし、とりあえずこれで鍋は様子見て、でね、今日の前菜は、珍しいでしょ、ポテトサラダ。こうできたポテトサラダいっときます。ようでいただきます、ポテトサラダ。うん、ポテトもうまいな、うん、甘い。これでビール。一気にいけるな、やっぱりビールは甘いわ。今ね、最高。今日ジョギングしてきた、寒いほんま、手かじかみかけたよね、ほんま。わかる、かじかみかけたって。かじかみかけたっていうのはまだこれ大阪弁になるのかな。たじ、え、た、たが、たが違う、手がかじかむっていうやん。かじかむ、何やろ、霜焼け、え、そうやな、霜焼けピューピュー吹いてくる、それは何や、なんだよ。なんか正月の歌なかったな。サザンカの空いた道、何やったか、何の歌やった忘れた。もうよ、なんせ手が冷たくて氷かけましたいうこと言いたかったの。ということで、ポテト、うん、うまい。もうないやん、待ってくれくれ、時期なくなるわ。おいしい、め、早速次のビール行こう。ということで、ビール取ってきたんで、シュッと開けましょうか。ということで、ビール入れよう。おお、ええ感じで、あれやんか、沸騰してきてるやん。ということで、おお、やばい、沸騰してる。ちょっと待ってくれ、まず開けよう、パカッとな。まず開けて、パカッと開けて、で、ここで、ちょっと、あ、ええ感じになったやん。な、で、ここに柿入れますね。柿。これ、
柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺なんてことやね。違うね。あの柿はこの柿ちゃうよな。あの気になる柿やな。これを真ん中ぐらいに置こう。柿鍋、柿鍋やからな。これあんま全部入れたら、まあ、せやけどちょっと待てよ、半分ぐらいな。よし、これにしようか。これあんま全部入れたらもったいないから、あの縮こむねん。なんちゅうの、前に一回な、なんか振って鍋やったっけな、天ぷらやったっけな、なんかやった時にな、かき、あ、せや、鍋、かき鍋やった時に縮こんのってん、煮すぎて。だから、最後にこれで沸騰したらええ感じになると思うねん。なんのジェスチャーやねん、いうことで。ちょっとほら、これで、もうちょっと待ってみよう。ようで、ビール、ビール。あー、楽しみやね。もうぼちぼちええんじゃん。ぼちぼちいこうか。3、2、1。パカッと開けて、ほら見てん、かき鍋の出来上がりやー。いうことで、真ん中にあるかき、うまそう。ではでは、早速いただく。あー、おいしそうに仕上がってね。ちょっと待って、まずこれ、私、スープからいいな、スープ。待って、スープ、スプーン大変。スープ、寄せ鍋のね、だしやから美味しいと思うんやけどね。いっときましょう、こんなスープでございます。熱いわ、熱いけどうまい、うまい、うん、ええ感じ、ええ感じ。よし、ちょっとでも、なら、よっしゃ、いこう。まずは、この野菜もね、野菜もたっぷり入れて、ほら、柿。わあ、プリンプリンしてるわ、この柿。ほら、もうええ感じやと思うで、これ。お、おっきいじゃん、これ。わあ、おっきい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 柿見つけ。ほら、あら、ちょっと大変、大変、ほら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 、プリンプリンしてるし、この柿。ほら、プリプリ。柿。カキカキやらー、ぷいぷい。よし、で、野菜やな。野菜も入れましょう、ぼんぼりに。いうことで、よっしゃー。で、これでスープやな。スープを入れましょう。よっしゃ。今日はね、何の合うかなと思うんだけど、生姜用意したね、生姜。まあとりあえずまずちょっと待って、さっきこのままいただきますわ。まずはお鍋、このままでいただきます。ということで、早速柿からいただきましょう。プリンプリンしてます。いただきます。うん、この柿言うたら、ほんまこの磯の風味がふわーって漂うのが漂う、まあね、香りを感じられるのがいいな。うん、うん、うまい。柿、こんなちっちゃいけどな、これやっぱりちいねえねん。あれ、もうちったい。うまい。で、スープ。うん、やっぱり寄せ鍋のだしやから、ええ味出てますね。でも私は今日はちょっと味変ということで、スープ入れるやろ。で、ちょっと重たいよ、生姜入れたら、生姜入れたらええんちゃうかなと思って、チューブの生姜ね、もうちょっと軽くこのぐらいで、ちょっと思うけど、合うと思うねんで、合うかええか、やったことないか分からへんけど、ちょっと、あー、生姜のええ風味するわ、これ。合う、合う、合うわ、うん。生姜の、だから、醤油鍋、寄せ鍋やから醤油風味やんか、醤油風味の生姜効いてる。すげえあったまりそう。うん、めちゃくちゃええ感じ。今日はどっちかでほんま手抜きやろ。何の鍋用の野菜、パックになってるやつね、あれこうできて、ほんで牡蠣こうただけやもん。まあ牡蠣がちょっと高かったけど、熱い。柿は今日これ3パック買うていいやんよ。で、1パック舐めたっけ300円やったもん。だからこれ柿だけで1000円、900なんぼか。うまい。これやっぱり再三最近よ言うてることおてか、鍋すること増えてきたけど、やっぱ寒くなってきた、この鍋恋しなるよね。天ぷらとかもいいんやけど、どうもやばい。
今日も常任やって外から帰ってきたら、あ、鍋食いたいなと思うだもん。あの、まあ鍋の準備はしとったね。でも早いこと鍋食いたいなと思ってた、うん、そのために頑張ったジョギング。このまま生姜の風味たまらんわ、うん、うまっ、うん、ベル、うめえなー、たまらんわ、うん、ということで、じゃんじゃん行きましょう。じゃんじゃん、この辺柿あったね。ほら、あったあった、柿発見、柿発見、ほら柿ね、柿あんまりよ、あ、入ってるやんか柿結構、うわ、うわ、まとめて2つ取った、ほら、ほら、まとめて2つ取ってしまった。この辺固まってた、まださっき柿、え、もうない、人参とかがあるけど、で、ちょっと今、あ、柿あるやん、まだまだある、あるある、柿いっぱいある、柿、よし、柿ってうるさいねんって、よし、柿と野菜の柔らかいところをさっきいただいて、あ、ほんでさっき煮込んどこかもうな、うん、ほんまにね、やっぱりこう何回も言ってるけど野菜ってすぐなくなるわ、うん、ちょっと待ってや、で、これスープ入れるやろ、スープをこう入れて、スープね、あちゃ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 、スープを入れて、よし、あちゃ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 、あちゃちゃちゃ、これだったようでいただく、あ、ちゃほんなここにまずもう野菜全部入れとくか、野菜全部もうパッと上から入れとこうか、よし、ちょっともうほんま野菜ね、いつも言うてるように時期なくなるからね、野菜皆さんいっぱい買うてた方がええよ、もうあれへんわ、あちゃー、ほいでまたこれ沸騰してからまた何だろう、かき入れようか。ではでは、その間にさっきこれをいただきましょう、いや、いただきましょう、ええ、ビール入ってない、ビールよ、ビール、チャラッとも入れて、で、生姜風味な、生姜もええけど、山椒も持ってきて、山椒、そうやな、もうちょっと具材ちょっと減ってからにしようか、具材さっき食べよう、具材いただきます、白菜、あっちゃ、なんでこの鍋の器って熱いんかね、こんな、あ、やっぱり柿煮込みすぎたらちょっと固なってくる、うん、あのプルンプルン加減がやっぱなくなってくる、最後の沸騰したところにパッと入れて、で、一人立ちしたらもうそれでええと思うね、柿、うん、うん、で、今度はここに山椒入れたら、山椒パッ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 、よし、これで山椒もね、ええ風味しますやん、山椒、うわ、めちゃめちゃええ風味になったのこれ、山椒、はぁ、あ、ええわこれ、ええわって、うん、あ、これ山椒と生姜入れる方がええわ、両方、うん、どうした、大丈夫か、なんか今なった、大丈夫か、ちょっと落としてく?よっしゃ、ちょっと蓋開ける、ええ感じか、ちょっとこのままであれか、あ、煮込んどく、ちょっと待ってよ、何しようだ、さ、生姜入ってんね、生姜な、だから生姜、あちゃちゃちゃ、あちいた、あちいた、あちいて、うん、あちい、あー、やっぱり野菜こう、何を沸騰してきたら、何時の、加減になってくんな、さっき、いや、最初山盛り入れたけど、それがな、ええ加減しなってくんのよ、これ、うん、うまっせえな、今日はね、締めに、ちゃんと麺用意してるから、うどんね、冷凍うどんね、あれ、なんかの時にやって気に入ってね、生のうどんやらしいね、冷凍うどんやったら、もう超でええコシになるから、うん、楽しみにしといて。どういう楽しみやねん、お前だけが楽しんどんやないか言われたらすいません、ごめんね、いとこ、うん、ちょっと柿小さくなった、
やばい。牡蠣煮すぎたか。要生がえ生食用とか茹でる用とかあるけど今日茹でる用やねんけどね。でも茹ですぎたらあかんわ。小さなる。うん。これでビール。ああめえ。ちょっと待って、じゃんじゃんいっとくか。柿や。うん。これ生姜の風味合うわ。うん。うまっ、うん、ええ感じ、あったまるわ、うん、あったまるところ向いてビールで冷やしてな、どっちやねんってそうそう考えたらな、食い合わせおかしいやろ。でも熱いもん食って冷たいビール飲みやがってほんまあれなんやろ、健康上はあんまり冷やしすぎたやつ、まあビールに限らず冷やしすぎの、あの飲み物ってあんまりええことないらしいな、うん、あかん、あかんと言われるほど飲みたくなるのようん、うまい。ほんままよ。あの、山椒は好みのもんだけど生姜は絶対入れた方がうまいわ。この醤油風味のタレ、あ、タレちゃう、うん、そうそう、醤油風味のだしには。で、こうやって煮てるから、ほんならここにもう最後の牡蠣入れるか、最後のちょっともう牡蠣入れようか。最後の牡蠣やな、もう牡蠣な、うわ、でかい、でかいぞ、これ。ちょっと待ってよ、でかいんやけど、でかいんやけど、薄、器が取れへん、取れへん。ちょっと待って、ちょっと待って、取れ、いくぞ、よーし。で、これ、これはちょっと大口やから、大口、大口いうほどのもんでもないやけどな、大口でもないか、ちょっとそのでかいぞこれ。よっしゃ、はい、牡蠣かってほんますぐ小さなるからもう終わってもて。で、これもう一口出しさせようか。よし、これでまた沸騰したらもうこれで完成やからね。もうぼちぼち良さそう、良さそうか、開けようか、行こうか。3、2、1、パコって開けて、ほら見て、もう一人たちあったら、もう一人たちってもうええ加減やねん。ほんならもうこの辺の牡蠣が出来上がってると思う。この辺、この辺がな、多分ええ感じやな、この辺が。わあ、ええ感じやな。よっしゃ、これでもうええやろ。よっしゃ、あとはもうこれで徐々に食べながら、で、具材が減ったところに最後、うどんで締めようか。うどん、コシのあるうどん好きやからね、私、うん、ちょっとこう、緩めて、だからちょっとこう、お野菜、お野菜を、なんで大つけんねん、お野菜、よいしょ、野菜な、野菜もあって、ほら見て、柿、ほら柿、柿、柿でかいぞこれ、ほら。ちょっと待って、あれ取れへん、あれこれ崩れるのだ、やばい、柿、柿、柿や、柿、柿、ここにあるね、柿、ほらほら、これええ感じやと思うね、この、これええ感じで、ちょっと待って、取れへんかったから、これで入れて、あとはだしな。ほんまええ色のだしでしょこれ、ほらほんまこの醤油だしいう感じで、これええ感じやわ。あの寄せ鍋用のだし、さっき言うたやな、プチッと鍋ね、これあのね、迷ったらこういう、なんていうの、ほんまに飾り系のなんていうの、最近いろんな鍋 あるやん、僕今までやってるやん。迷ったらもうほんまにこういう寄せ鍋、普通の寄せ鍋の方がね、あの合う。牡蠣やから味噌でもよかった、味噌鍋にしようかなと思ったよ、うん、でもこうだ、後でなでもうん、そうやな、醤油鍋でもうまかった、うん、白菜柔らかいこと、うん、たまりませんな、おいしい。あ、今日はなんかね、また新しく発売されてたビールあるんで、次あのビールやと思うねん、あ、ビールちゃうんかな、あの新しいやつあるんで、次楽しみにしてて、ということで、あ、ビール、あれもうない、そう、早いな、おい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 、もうないぞ、やば、やべえな、ということで、柿、うん、うまい。
いや、ジョギング好きな人は、好きっていうか、なんか日課にしてる人は、相変わらずこの寒い中でも走っとるわ。あの、大体いつも走ってるメンバーっていうか、服装でしか分かれへんで、ね、顔は見たことないから、まあ顔というか、チラッとぐらいしか見たことないから。あの、でも、ああ、この人まだ今日もいてやるわとか言って、まあまあ、他も、向こうもそう思ってはるか知らんけど。でもほんまね、僕40もっと前かな、ジョギングはちょいちょいしとってんけども、で今みたいに11キロ、今ね、あの、ようコメントいただくやん、お前ジョギングどのぐらいしてんねんやって、あのうち近所に長井公園とかあんねんか、長井公園のね、そのジョギングするところが、あの、柿一周 2.8 やったかな、ベルベル、でそれを4周してるんですよ。だから 2.8 の2周で、5.6 やろ。だから 11.2 か。だから11キロ弱。2日に1回。だから週3回。あの、ジョギングしてるんですけどね。あの、有酸素運動でね。しんどい運動じゃない、時間かけて。1時間15分から20分くらいかけて。が僕の、何やろ、その、健康維持の秘訣かな。いや、あれやん、秋葉、お前そんなに食うでよ、太れへんだよ。じゃあ、太れへんじゃん。太んねん、僕。太る体勢ねん。もう食うたらすぐ太るからね。うん。だから怖いんですよ。だから、ようコメントいただくやんか。食べたら太る体勢やねんけど、ちゃうちゃう、僕もせやねんで。だから、落とすの必死やねんって。食べたら太る体勢もさ、お前もあったら食べたいやん。な、なら食って太って次落とさなしゃあないやな、ブクブク太っていったら嫁はんけえへんし、もうこの先消えへんかな悲しいな、うまいな、めめどうや、柿や、あった、あ、柿とこれ、人参、柿と人参、柿と人参、人参、よし、柿やな、か、あれ、か、あ、柿ないか、柿、あれ、柿どこ行った、あ、柿おった、あれ、かこ、か、柿、つかんでもない、あわ、柿、よーし、柿や、あれ、ないんか、うせやん、え、うそ、人参があれやろ、白菜、椎茸、人参、あ、ちょっとあれか、野菜置いとく方が、あれかね、うどんとかやったときにええかいね。ちょっと待ってや。このぐらいでいいか。このぐらいで、ちょっと待ってや。ほんなら、このぐらいで、おだし入れましょうか。おだし。おだしな。このおだしうまいな。よし。ほな、これで、どうする？まずビールいっとくか。ほんなら、あともうここにうどん入れるか。そういうことで。新しいビールと、あ、ビール残ってんやん、あ、新しいビールとで、うどん持ってきた、うどんがね、これ冷凍のこういうのあるやん、パックされてるやつ、これをそのまま入れんねん、いくで、よっしゃー、入れんねん、で、これをね、うん、これが、腰してるんだわ、これめちゃくちゃうまいから、冷凍うどん食べたことないでしょ、一回食べてみて、めちゃんこうまいから、いうことで、次、新しいビールなんですか、これ。金麦、ふか、なんじゃないの、コク。こんな、金麦ってさ、普通、黄色やったっけな、黄色か緑やったやんか。ほんで、こんなん売っとって、リッチモルト言うて、ほんま。うん。なあ、いっとこう。よし。金麦、飲んだな。飲んだ。金麦は、あ、リキュール。発泡酒は、え、発泡酒第3のビールか。よし。うわこんな色やんか、金麦。こんな金麦あんねんな。ちょっといってみます。あ、うまい。これ好き。うん。ええ感じやな。あれ大丈夫か、なんか切れたぞ。大丈夫かよし。いけるな。いけるかいけるないけるな。よっしゃ。で、これ、うまかった、これ。うん。で、これ、鍋いっとこう。鍋な。うん。柿。
肉とはまた違うねん。この磯の風味、磯のサザエ、何のこっちゃねん。それサザエさんや。サザエさん、サザエさん、え、サザエさんは素敵だな。で、生姜を入れて、生姜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 な、ほんま、ええわ、ほんまや。で、柿、で、人参、やらかなってうまい。メル、あ、これうまいわ。金麦限定酒造って書いてあるわ。これ金麦、こんな金麦売っとりましたいうことでね、まだよかったら買ってみてはいかがでしょうか。でもうね、もうちょっと開けといた方がいいんかな。ちょっとあんまりな、急激に沸騰しとったかって。あー、もうええんじゃん。これね、冷凍麺ってちょっとね、適度にこうほんま溶け出すっていうか、絡んだらね、もうええねん。あんまり煮込んだらね、やらかねすぎるから、このぐらいがね、めちゃくちゃええこしてるから。ちょっと待ってね、まだ残ってるんで食べよう。よし、いただこう、いただこう。柿食べて、いただきます。うん、うまい。あっさりといただけるね、この醤油味。で、うん、これ人参とかもな、やらかなって、お前よこれ。うん、マジであったのに。天ぷらはさっき口の中やけどするけど。うまい。ということで、うどん行こうか。うどん、もうええこれやと思うね。ほら、ええ感じに仕上がってるよこれ。ほらほら、このうどんよ。これちょっといっときましょうよ、これうどんね。うわー、ええ感じ、ええ感じ。ほらほら、うどんうどんで、野菜もちょっとあれやろ。ほら、野菜が混じったうどん。野菜うどんかい。うわー、うわー、ちょ、うどんうどんうどん、うどん、うどんええ感じやな、これ。うわ、よっしゃ、いただこう、いただこう。ではでは、いっときましょう、うどんな。うどんやから、まあ、おだし、おだし、もうちょい入れとくか。おだしな。おだしはもうちょい入れてた方がええ。おだし、おだし、おだし。おだしね、よっしゃ。で、うどん。うどんな、ほら、ええ感じやね、うどん。ちょっといただこう。こしやわ。うん、あのお鍋で湯がいたらね、あの茹でたらいうことね、やらかなりすぎるけど、冷凍やから溶けたぐらいがちょうどええ。うん、めちゃんこうまい、このうどん。ちょっと芯が残ってるかなという感じだけど、でもうん、全体的にはええ感じやわ。ベーベー、うまいな、うん、うどん。あ、うどんにはやっぱり、あ、やっぱうどんにはあれじゃん、うどんこそ生姜やん。うどんはたっぷりこう生姜入れた方がいいんじゃん、ちゃうかい。どうや、うどんに生姜入れて、でちょっといただこうか。うどんと生姜、うまい。あの釜揚げうどんの漬け出しに生姜入れたような感じ。めちゃんこうまいなこれ。うん、七味とかよりもうまい。うん、うまい。うまい、うどんだ。おー、じゃんじゃん行こう。ということで、もう言うてる前にないやろ、ないからみんな言うとくね。うどん、うどん、このうどんほんまええ感じのコシなっとるわこれ。
うん。で、あら、もうないぞ。一玉やったらやっぱりな、すぐ食べれるんかもしれないね。よっしゃー。んで、ここで、おだし、おだしね。はい、おだし、おだし。おだしを入れまして、よっしゃ、ええ感じやな。よっしゃ、これで、ここに生姜を入れる。生姜うまいな。生姜あんまり食べることないでしょ。今日ふと思って、いつも一味とか入れてるし、生姜入れたったらどうかなんだけど、生姜合う。あの、山椒は合う合えへんっていうのはあるか知らんけど、生姜は合うわ。この和風鍋、あ、どうでもいいけど、ビールないやん。ビール、ビールないやん。このでも、金麦もうまいな。この琥珀色のこれ色、ほら。ねえ、黒ビールみたい。うまいわ、うまいな、うん、冷たいビールを飲んで熱い鍋をつついて熱冷や熱冷やってやって、果たしてこれは健康にいいのであろうか。ようがでも一つだけ言えるのはうまい。なんでどういう笑いが出んねん。お前銭形のおっさんかやって、銭形警備か、警備じゃ、警部かやって。あれラッキー、うん、うまいな。あーちゃベベ、あーいやだから、あれもうないんじゃん。うわー、なんや、これでもうまい。え、深入りのコクかこれ、金麦新しいやついつですか。ここも最近ちゃう、これ売ってんの。金麦のね、こんなちょっと高級そうなラベル、まだよかったら皆さん買うてみてください。ではね、うどんいってみましょう。うどんな、うどんやっぱ締めは、何回か鍋やっててコメントあるやんか、秋葉やっぱ締めはラーメン、あのラーメンっていうか麺やでとか言って、だから今日麺にした、麺っていうかうどんにした。ちょっと鍋の具材は噛むの控えた。はい、ビール。ああ、うまいな、うん。やっぱりこのコシのあるうどんうまいな。僕コシのあるうどん好きなんですよ。あのなよっとしたね、スーパーのうどんとかやったらちょっと頼らないね。かというて、あのうどんはうどんでね、昔懐かしいというか子供の時の記憶でよ。どこ行った時やったか、家でやったかな、なんかそういうね、あの腰がないうどんってあるやんか、柔らかいやつね、28円か38円で売ってるやつ。まああれ、あれもあれで、まあたまに食べたいなと思う時あるんやけれども、やっぱり基本はあの丸亀製麺さんとかでもそうやんか、腰のあるうどんな、あれが好きやね、うん。でも関西の人ってのは分かれると思うね、腰のあるうどん好きな人と、柔らかいうどん好きな人と分かれる、うん。それはあるな、うん。あれは地域性じゃないねな、あれはもう個性や。うん。もうで、うどんいとこ。うまい。このもちもちした食感、たまりませんな。うん。でもね、生姜の風味たまらん。ああ、完食。うまかった。そうで、ビール。ああ、そうで、今日は何をしようかなと思って、もう牡蠣を見つけて、もう井の一番に、あ、牡蠣鍋しようとか思って、牡蠣鍋をやった晩食でございました。で、締めは、皆さんの、あのリクエストって言うかな、ごめんなさい上から目線で、あの言うてはったように、締めはやっぱり麺やで、よくてうどんで締めたところでございました。ということで、まあ何気ないお鍋で晩酌のあの動画でございましたけれども、楽しんでいただいた方はありがとうございました。ということで、あの不服やった方は次回の一人晩酌をお楽しみくださいませ。ということで、本人大満足。ということで、本日の一人晩酌大満足でございました。ということで、ごちそうさまでした。